あなたの強みが伝わる PR 動画作成術。岩井さん、はい、私YouTube って見るばっかしで、はい、アップロードしたことないですけど。あ、そうなんですね、はい、あれ実はね簡単にできますよ。ただスマートフォンで撮影して、アップロードするだけなんです。あ、でもよく見るやつはこう録画開始とか終了のって手が動いたりして、はいはいはい、怖いのが多いじゃないですか。あ、ありますね。あれね、どうしたらいいかというと、はい、パワーポイントを使って、ね、編集すればいいんです。お、はい、そうするとね、映画の、ね、予告編だとか、うん、コマーシャルみたいにちょっとかっこいいのが作れちゃうんですね。あ、そうなんですか、はい、あ、だからそういうところで変加工するから自分の強みがより PR できる。そうですね、深谷さんでも簡単にできるようになりますよ。よっと、これいいですね、はい、というセミナーになっております。ぜひ皆さんお越しください。お願いします。お願いします。